ントマンワスプクアントマニア、星さん。マーベル映画は分岐点があり、これから先のマーベル映画を楽しく見るために最低2つ見なければならない映画があり、キャプテンアメリカシビルウォーとアベンジャーズエンドゲームの2つです。理由はこの2つは後のマーベル映画の脚本に対して影響力を行使するからです。このシナリオはエンドゲームで発生した指パッチン事件によって世界は5年先に進んだ人類と5年間消失していた人類に分かれてしまいます。この映画でもその指パッチンの影響が設定に盛り込まれており、主人公のコソドロの娘は落とし年を取っているという設定です。このシナリオは2で助けたホープのお母さんが粒子の世界で何をしていたのかがテーマであり、粒子の世界に行って、粒子の世界がスターウォーズしていたのでウルトラマンになって暗黒鏡を倒すシナリオです。映像が綺麗で、粒子の世界の CG がとても綺麗で情報量が多く CG を大量に使っているので幻想的な空間の演出がお上手だったり、コリー・ストールが楽しく演技していたりとコメディ調で見ていて楽しいですし、ちゃんとヴィラン笑いしてたりとかしてて、楽しくお芝居をしているのを見るとほっこりします。全体的にはハリウッドの悪いテンプレである登場人物が真相をひた隠しにして話せよという部分に今は話している時間はないみたいな良くないハリウッドが出てきて前半だれるシナリオですが、後半の CG をふんだんに使ったスターウォーズ VS ウルトラマンみたいな部分は割って化します。アントマンはマーベル映画の中ではコメディタッチの映画でありファミリーデートムービーとして訴求力が高いです。全体的にはアントマン2でちょっと中だるみした品質を引き戻した感じはありますし、 BGM 代わりに最適な作品。最後に最も強いのは数の暴力である。